ニュースとナイトのアッカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアッカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。はい。えっ、ー、と、今年の社会福祉賞から。うん、何が見えたかなというと、やっぱりえっ、ー、と、熱い思いですかね。熱い思い。が、はい、うん。 これ、えっと、何の社会福祉賞かと言いますと、はい、産経新聞の,あの関連の社会福祉法人がありましてね<っ>産経新聞厚生文化事業団っていうのが、まあ、各新聞社にありますけれども、はい、あの産経新聞独自で、まあ、いろんなことやってるんですがそこが市民の社会福祉賞という賞を毎、うん 年に1回出してるんですねでこれがなんと今年42回目だからもう昭和50年からずっと続いているんですね。でまああのこの今週初めの21日でしたかねにあのこの受賞者を表彰するという式があって。 で,、はい、であのこの副市長の選考委員をしているので毎年参加してるんですけれども、はい、去年もここで喋ったかもしれませんけれども <laughs>、はい、あの実はあのこの受賞者の方にねあい、えー、挨拶をしていたら「あ私あ私ラジオ聞いてます」<あ>という受賞者の方がいてそ,、えー、それで今年もぜひ言わなくてはと思って。<laughs> あの 今、こうしてお話しいたしました。<今日> <laughs> 石田さん。<laughs> 石田さん、喋ってます。<laughs> で、あの、この章はね、その、はい、それぞれ市民の立場で長年福祉活動している。まあ、ボランティア団体の中から、うん、まあ、あの、頑張っているところを選んで検証するというところなんですけれども。実際にはね、近畿二府四県のとこ、あの、いろいろな市町村とかから。推薦があったところから、うん、まあ、団体から選びます。はい、で、今年は三県、三団体、選ばれました。はい。 で、えー、っと、えー、宇治市、京都ですね。宇治市の宇治市介護者、えー、介護者家族の会。えー、っと、介護をす、してられる、えー、っと、まあ、家族の人たちが集まって。やってられる、もう三十年ぐらい続けてられるんですね。うん。で、もう一つが大阪市若年認知症ってありますよね。うん、ねね、若年認知症支援の会。えー、で、で、えー、それからもう一つが大阪市の、ところ。 中国にある、えー、中卒中中退のの子供を持つ親のネットワークそうですね、うん、あの中卒とかそれからあとまあ中学高校中退するとその後のまあやっぱりこの仕事も厳しくなるし、うん、そのまま引きこもったりとかいうこともあるので、はい、そういうまああの親の人たちがあのネットワークを持ちながらもちろんその,子、うん、その子ども自身にもいろいろアプローチして、うんえー、やりたいという活動を ですね、こちらも、えー、20年以上、うん、24年ですね<ー>やっておられるというねそれぞれね長い長い時間をかけてやって おられて、うん、それで、まあ、あのその代表者の方が出ていろんな活動を、はい、報告をなさったんですけれどもねで、えー、ラジオを聞いてくださってたのは <laughs> 若年認知症支援の会の,、はい、とこの代表といってもこう持ち回りで、ね、なさってるみたいですけど石田博之さんという方でした。はいえー、で若年認知症って私もあそうだったんだと思いますけど、うん、64歳までに発症した人をお前言うと。えーうん で認知症というのは別にその私たちがよく、まあ、ずっと年,年寄りを含めてある認知症と変わらない症状なんだけれども若いということは。 えとまあ現役世代であって仕事が続けられないとか、はい、それからこの看病が長引くとかうそういうふうにいろいろ経済的にも家族も大変だとかというまあそういうことをみんなで集まってそのご本人当事者も支援するしそれとあと専門家の人たちが関わってどういうふうにしていったらいいかどういう情報があるかというふうなことも一緒にあの考えていくというの はいいらしいんですけれども石田さんはまあ70歳なんですけどね、うん、奥さんがあの会社員だったもう9年ほど前ですね、えー、に発症されて<ー>で奥さんはバリバリ管理職で働いてられたんだけれども、うん、まあそういうふうに、まあ、結局仕事も辞めて。 でだけれどもそういう若年認知症という分かるまでにも結構時間がかかった<ー>、ね、りらいそうすると、まあ、その間の不安とか、ねうん、周辺の不安というふうなことも含めて、まあ、そういうあの前後にこういう会があるということを知って、まあ、参加してその自分としての不安というのもねいろいろ救われることが多かったというような話を、まあ、なさってたんですけれども。はい あのこういうあの実際に活動されてる方、まあ、その活動報告の中で、えー、っと何が一番大変かとかですね、うん、まあきっかけは何だったかとかっていうふうなことをお聞きしているとうんあの、うん、そうなのかと,、えー、っと思うのはあの皆さんなんかねやっぱりえー、っと こういう同じような悩みを持った人たちが集まる、まあ、ピアカ,ンスカウンセリングという言葉ありますよね。あ、はい、悩み相談しこれは、そ、うんな、そうですよね。はい、で、同じ、まあ、仲間対。で、やることで、それぞれの、あの、まあ。 言ってみたらこのその不安を解消したり同時にその共通の問題もあるしえといやこれは自分の個別の問題であるということもあるしそういうこともいろいろ分かってくるというふうなことがあるんですけどそういうふうな私なんかはその共通の,あの問題というふうなあの ことでそうですねという部分と、うん、いや私のところとあそこのところはこんなふうに違うというふうなショック<ー>逆になそういう違いみたいなものをですね、えーえー、あっちはいいけどうちはここが厳しいっていうふうなこともあるだろうなと思いながらね聞いてみたら、はい、あの皆さんそれはね違うんだってやっぱりそれ違いは違いとして自分として受け止めるんだけれども<ー>やっぱり一緒にこう 共通のところで話し合うことでずいぶんやっぱりね強くなるというのかなああみんなすんごい明るいんですよ<あ>言ってみたらうな,んなんかねいやこの 例えばそのうのね介護してられる人のなんかはもともとその最初に介護に参加したきっかけはねお姑さ,さんの介護がスタートだけどその後そのお母さんじ実際の自分の実母も、えー、介護することになったしなんと今お,お旦那様の介護もという<ー>どういう,どう,い,うあのいきさつかこうなってしまったんですよとおっしゃるんだけどそれもな割とケロッというのはおかしいけれども。 明るいんですね<ー>でまあ この長谷川さんというのは代表されている方なんだけれどもやっぱりそういうこのね。うんうん、で、この長谷川さんもそういう会でいろいろ専門家に会ったり聞くことで自分もまあそこでいろいろ問題解決もできる部分もあるし解決できなくてもやっぱりこう気持ちがそこで表れる部分もあって、うん、なんかすごくねその自分がつ強くなれるみたいなことを おっししゃってるのがあの一つは印象的でしたよね。うん、で、もちろんその強くなるだけで問題は解決するわけではなくって、うん、その「会」というものをあの自分が当事者あつまり、まあ、もしあのこの、えー、っと例えば中卒中退とか子どもを持つ子どもはもうそれが大きくなったりするんだけれどもでもその「会」をやる続けるにはやっぱりね、うんあの この自分がいろいろ受けたのでやっぱりそれをお返ししたいというふうな,なんかこう熱い思いをね随分皆さん抱えておられてそういうふうなあの思いがねいくら制度がその広がってもいろんな制度はできるんだけれどもやっぱりこういうボランタリーな活動が隙間を埋めていくというのはあのそういう熱い思いに支えられてそれが私たちにまあつながっていく。 伝わるので、うんえー、そこであの救われる人随分たくさんあるんだなということをその改めて感じてねあの毎年この表彰式でいるとそ直接お話を聞けるので、はい、あの楽しみなんですけれどもあの自分もまた、ね、いつかこういう形で何かできたらいいなということをいつも思いますね。はい、アンカーマンカマの目でした